はい、じゃあね、ICT ジュニアパソコンクラブ、1月の会を、ね、始めたいと思います。まだ来てるかな。はい。で、前回からね、ぶち込んで、プログラムを作る、ね、パズルバトルゲームを作るっていうのをやってますけど、今回その2回目ということです。今日やるのはね、前回までで数字を25個下画面に移すっていうのをやりましたけど、今回ね、そこから、ちょっとね、プログラム全体の流れを考える。あと、モンスターを表示する。あとね、数字パネルをタッチ操作で動かすっていうところを、やりたいと思います。で、じゃあこれから DS をね、配ります。はい、じゃあ DS を動かしてもらって、かな。で、プチコン3号をまず起動してみよう。DS ね、電源入れてこのプチコン3号を起動しましょう。で、プチコン3号を始めたらこの、スマイルベーシックでプログラムを作るっていうボタンを押します。かな。そうするとプチコンの画面に行きます。そしたらね、前回まで作ったプログラムを呼び出しします。ロード命令ですね。ロードってやって、パズルに、ね、ロードでパズル2ですね。読み込みできた？読み込みできたら、一回ランで実行してみよう。ランミリッジ。実行すると、こうね、下の画面に、25個数字が出るはず。前回そこまでやりました。ということで、今日はね、この続きをやっていきます。で、今日配ったこの、プチコンでパズルバトルゲームを作るカッコ2っていう、ね、テキストあります。こっちに沿ってやっていきます。テキストにも書いてあるんだけど、前回ね、こう25個画面に数字を出すところまでやりました。やったんですけど、とりあえず出しただけなんだよね、前回はね。で、この後このね、数字のパネルをこうタッチペンで操作していろいろやったりするんだけど、そのためには、どのパネルが何の数字なのかっていうのがちゃんと分かってやらないといけないんですね。で、今のままだとただ画面に表示しただけなので、それだとどの数字がどこにあるかとかよく分からない状態になってるんですね。なので、
このね、タッチパネルの数字を、変数に記憶しておいて、その変数の値をもとにね、画面に表示したり、あといろいろ操作をしたりするようにしたいと思います。で、そのテキストの真ん中に書いてあるけど、ただ今回の場合ね、5×5 で25枚あるから、例えば一番左上を変数 A にして、次右隣を変数 B にしてとかってやってると、すごいめんどくさいことになる。で、今回、配列変数っていうものを使います。これはまあ番号がついている変数だと思うんだけど。ということで、そのテキスト1ページ目にあるように、ちょっとプログラムをまず改造してみます。じゃあ下のキーボードのエディット画面を押して、編集画面を出します。で、テキスト1ページ目にあるんだけど、まず、タイトルが今、パズル2になってるところを、パズル3に変えます。2を3に変える。で、その次に、4行目に X スクリーン2っていうのがあるんだけど、そこの下に新しい行を入れて、で、dim の p、中括弧の5,4っていうのを追加で入れます。かな。新しく行を入れて、dim p 中括弧5カンマ5中括弧50っていうのは新しく。中括弧はね、キーボードの右上の方にある。かな、その1ページ目にあるように、まず dim っていう新しい命令を入れます。はい。このね、dim って新しい命令、これディメンション。日本語で言うと次元の略なんだけど、こういう配列変数を使いますよっていうね、最初の宣言です。で、数字の 5,5 っていうのは、これ配列の数字って0から始まるようになってて、で、5個ずつ使いますよっていう意味です。で、5,5 って書くと、そこのテキストにあるように、最初が0、0,0 から4,4まで使う。それぞれ5個ずつですね。で、25個使うっていうようになります。で、じゃあテキスト1枚まくって2ページ目行ってみよう。で、2ページ目の上に図があるんだけど、この5×5で25枚の数字パネルを、この配列変数 B っていうね、こういうふうに割り当てします。一番左上が B の00、その右に行くと B の10、B の20ってやって、B の40とかですね。で、次の行が B の01から始まって、41までっていう感じで、一番最後の25枚目が B の4の4っていう。そういう割り振りをします。そうですね。X 方向、余方向と Y 方向、縦方向に、まあ、こういう割り振りをするという。で、今ね、この dim っていう命令で、その配列変数を使えるようにしたので、次にプログラムをね、その2ページ目から3ページ目にかけてあるように改造して、配列変数 B に、数字を設定するところ、パネルセットっていうところと、実際に画面にその数字を表示するパネル表示っていうところの2つに分けて改造します。2
ということで、その、2ページ目から3ページ目に書いてあるリストのようなプログラムを打ってみましょう。はい。はい、打ってみよう。打てた人はね、断して実行してみてください。まあ、25個数字が出るのは変わらないんで。もしエラーが出たりしたら、なんかどっか打ち間違いで。プログラム2ページから3ページ目なのが打てたら、断して実行してみましょう。まあ、実行してもね、25個数字が出るのは変わらないんですけど、ただね、こうやって配列変数を使って覚えておくっていうことをしないと、後々ね、いろいろ機能を追加していくときに困るので、ここはちょっと変えてみてください。あと、テキストの3ページにね、参考情報として配列変数の説明があります。今回ね、p の中括弧をカンマ5っていうふうに指定をしたんだけど、後ろにね、ついてる数字のことを添え字って言います。みんながね、これから高校に進学したりすると、P00 とかにこう数字がついた変数っていうのをね、いろいろ数学で習ったりします。こういう添え字が2つある配列は二次元配列っていうふうに言います。
で、このプチコン参考ではね、1次元から4次元までの配列が使えるようになる。いいかな？みんな改造できたかな？はい。じゃあ次行こうかな。テキスト4ページ。4ページ行きます。プレイヤーの体力を表示するというですね。うん、今ね、とりあえず25個数字のパネルが表示できてたんだけど、そこプラス、まあ後でね、モンスターと対戦するので、自分のプレイヤーの体力を表示するっていうのを追加してみます。で、そこの4ページのリストにあるように、自分の体力 HP をまず設定してやる。8行目に HP イコール100、まあ自分の体力 HP を100の設定をする。で、下の方のパネルを表示するところに、画面にその HP を表示するプログラムを追加で5行ぐらいですけど入れてやります。はい、じゃあそれを打って入れてみよう。できた人は、ちなみにこの8行目の HP イコール100っていうのが、まあ、ここで体力100にしてるんですけど、この数字をね、いろいろ変えると、その通りに変わります。試してみよう。100じゃなくて、ね、いろんな数字にしてみると、まあ、HP の設定が変わります。じゃあその HP が表示できたらとりあえず HP を100に戻しておいてね。で、今そのプレイヤーとか HP の値を表示するところで、新しい命令が2つ出てきてます。その説明が次の5ページ目に書いてあります。まず、ロケートっていうのが、その文字を表示する位置を変える命令ですね。でロケートで X 座標、Y 座標ということで、今は0、ガンマ0っていう指定をしてるけども、0、0だと画面の一番左上になります。で、プチコンの場合、この、文字を表示する画面は、その5ページの図にあるようになってて、上画面だと、横が50文字で縦が30行。下画面だと横が40文字で縦が30行というサイズになります。で、0から始めて、下画面だと、X 座標が0から39まで、Y 座標が0から29までという指定になっています。まあ、今、00って指定してるんで、一番左上に文字が出る。ということですね。それから5ページの下半分にカラー命令っていうのがあります。これは表示する文字の色を変えるっていう命令です。
で、カラーで今15って指定してますけど、15だと白になります。で、文字の色は0から15まで指定できて、で、まあそのテキストにもね、あるように0から15までが大体そんな色になっています。で、まあこの絵はね、色なんで、まあ好みでね、変えてもらってもいいです。そしたら、とりあえずここまでできたっていうことで、パズル3っていう名前でプログラムを保存しておきましょう。消えちゃうと困るからね。セーブ命令で、パズル3。セーブパズル3っていう名前で保存をしておいてください。はい、じゃあ保存できたらね、次へ行きましょう。次が6ページ。6ページですね。敵のモンスターを表示する。いわゆる敵が出てきます。ということで、プログラムにですね、今度、数字パネルと同じように、モンスターをセットするプログラムと、モンスターを表示するプログラムっていうね、追加してやります。場所はプログラムの一番最後の方ですね。さっき HP を表示したプリント HP っていうのの続きに、そのモンスターをセットするプログラムとモンスターを表示するプログラムっていうのを追加で打ってやります。あと最初のね、タイトルをパズル4にしといてください。3だったのを4に変えてね、それで打ってください。そのモンスターを表示するところができたらね、7ページの最後にも書いてあるけど、パズル4っていう名前でね、一回また保存をしといてください。消えちゃうと困るからね。はい、じゃあ次行こうかな。もうやってる人もいるけど、8ページですね。テキスト8ページからですね。プログラムの流れ構成を考えるっていうところがあります。で、今ね、とりあえず数字のパネルとウェイド画面のモンスターを表示したんだけど、これからね、またいろんな機能を追加していくわけです。数字パネルを操作してモンスターを攻撃する、ね。で、もしモンスターの HP が0になったら、プレイヤーの勝ち。で、次のモンスターを表示する。で、モンスターからも攻撃を受ける。で、もし自分の HP が0になったら負けでゲームオーバー。で、それをまた繰り返すみたいな感じなんですね。で、これをどういうプログラムしていったらいいだろうかって流れを考えるのが、その、8ページの下にあるんですね。こういうのフローチャートって言いますけれども、プログラム始めたら数字パネルを表示して、モンスターを表示して、で、数字パネルを操作して攻撃する。で、モンスターの HP が0だったら、まあ勝ちなんで次のモンスターを表示する。そうじゃなかったら次モンスターのターンになって、モンスターを攻撃して、で、それでプレイヤーの HP がもし0になったらゲームオーバー。そうじゃなかったらまた戻って繰り返すっていう感じですね。まあ、プログラム全体の流れとしてはこういうふうになるわけです。で、こうやって考えていくと、今まで作ったこうパネルを表示するとかね、モンスターを表示するとかってね、結構何回も出てくるんですよ。なので、こういうプログラムをですね、サブルーチンっていうのにして、何回も呼び出すというような形にちょっと構成を変えたいと思います。というのが、その9ページから10ページにかけてね、その、プログラムを改造するのが書いてあります。で、まずセットのタイトルをパズル5にしてですね、で、あと、その、
さっき下の方にね、プレイヤーと HP を表示するプログラムを作ったんだけど、それをコピーして上の方に持ってきます。これはちょっと個別に説明しようかな。一回打ってあるやつはね、コピーして再利用することができますので、とりあえずやってみようか。先頭をまずパズルを、にして、で、その次に、その、プレイヤーの HP を表示するところを上の方へ持ってきたいんですね。なので、よいしょ。ここだな。この辺にその、プレイヤーと HP を表示するところがあるんですけど、この下のね、キーボードのところで、このね、SEL、セレクトって書いてある、キーがあります。で、これをポチッと押すと選択モードになります。これで、このカーソルをね、このローケートの行から下へこう十字キーで持っていくとこうね、白く反転して選択状態になります。で、選択できたらこの下のね、コピーっていうキーを押します。そうすると、その選択しといたところが、記憶されるので、それで上の方に行って、で、HP イコール100の下あたりで、ペーストっていう貼り付けるキーを、ペーストですね。そうすると、その記憶してた4行がペコッと貼り付きます。これでね、位置が移動できるので、それであとね、他のところはまた、追加で打っていってください。そうするとね、前に打ったやつをコピーして使うことができます。10ページまでのね、そのサブルーチンの改造まで打てた人は、パズル5っていう名前のプログラムを保存しといてください。消えちゃうと困るんです。あとそのテキストの11ページにね、そのサブルーチンっていうのの説明があります。メインのプログラムから、呼び出されるプログラムのことをね、サブルーチンで呼びます。go sub っていう命令で呼び出して、return っていう命令で戻るっていうのです。で、こうやってね、サブルーチンっていう形にしとくと、あとはその go sub なんちゃらってやって呼んでやると、同じプログラムを何回も呼んで使えるんですね。なので、こうやってサブルーチンっていう形にしとくと、あとあと何回も使えて便利になるということです。はい、じゃあとりあえず2時半になったので、休憩時間にしようかな。2時45分まで休憩ということにします。なのでトイレ行きたい人とか、今のうちに行っといてください。こう見たら自分の席に戻ってね、続きやるよ。なんかゲームやってる人は止めてね、自分に戻ってください。はい、じゃあテキストその次に行きます。
タッチ操作するのは12ページ。テキスト12ページいきます。数字パネルのタッチ操作っていうことですね。まあ、今まで数字のパネルを出したり、モンスターを出したりしてきたんですけど、今度じゃあそのパネルのところをね、タッチ面で操作するっていうところをやってみましょう。で、まず12ページであるように、最初のプログラムのタイトルをパズル6ってします。あとね、そのタッチペンのね、まずどういうふうにペンの位置が読み取れるかっていうのを試し、テストのプログラムで、画面に表示してみます。この12ページのね、プログラムリストにあるようなプログラム、4秒くらいですけど、ちょっと打ってみてください。その12ページのね、プログラムを出ると、画面に TXDY というふうにこうタッチしてるね、座標の数字が出てきます。で、この下画面をね、グリグリグリってこういろいろ触ってやると、こう座標の数字が変わるのかな。で、この座標のね、数字については次の13ページに書いてありますけれども、このプチコンで、ね、下画面は横方向が0から319まで、縦方向が0から239までっていう座標になってるんで、こういろいろ触ってやるとね、その範囲になってるのが分かると思います。じゃあ次の説明しようかな。13ページの下半分にあるけども、そのね、タッチしてる場所の座標が分かったと。じゃあそれをもとにしてどのパネルが今タッチされてるかっていうのを判断しないといけない。で、その13ページの右下にパネルの座標の図があるけれども、この25倍のね、数字のパネルの座標はこの図のようになってる。例えば一番右上、これ一番左上だ。テキスト間違えてる。左上の00のパネルの、グラフィック座標、まあ、パネルの左上の角ですね。そこは80の32っていう座標です。で、そこから X 方向、横方向を考えると、パネルの X 方向の番号が1増えるごとに、グラフィック座標は32ずつ増える。まあ、パネルのね、横幅が32だからですね。同じように Y 方向は1増えるごとにやっぱり32ずつ増えるということですね。で、逆に考えれば、グラフィック座標を32で割ればパネルの番号になる。
ということですね。でも実際原点、元の点が80の32だけずれてるので、その分引き算してから32で割ればパネルの番号があるということですね。なので、次の14ページに行きまして、実際にその、例えば80を引いてから32で割る、あるいは32を引いてから32で割るっていうのを計算を追加してやる。そうするとパネルの番号になるはずだ。ね。ということで、その14ページのね、プログラムを追加で入れてやる。そうするとパネルの番号が計算できる。ね、で、14ページのね、上のプログラムが打てると、そのパネルの番号を計算した値が出てくるんですけど、小数で 3. 点いくつとかって出ちゃうんでよくわからない。ので、その14ページの下にある、フロアっていう関数を使って切り捨てをすると、0とか1とか2とかできっちりしたパネルの番号が出てきます。その、ジョンページのね、下のプログラム追加すると、0とか1とか2とかってね、パネルの番号が出てくる。で、14ページのね、プログラムを打つと、とりあえずパネルの番号が計算できるのがわかるので、で、それを使って、16ページに行って、タッチされたパネルを、こう色を変えてみるっていうのをね、打ちます。そうすると、先ほどね、やったパネルの番号を計算したところから、そこをね、ちょっと色をつけた表示をしてみるということができます。で、この時に、パネルがタッチされてるかどうかっていうのをね、新しく T 中学校っていう、新しい配列変数を使って、で、タッチパネル、パネルがタッチされてるのかどうかっていうのを判断するようにしています。P が、0だったらタッチされてない、1だったらタッチ中だってことですね。で、その後で、ね、パネルを表示するサブルーチンでタッチされてたら色を変えるっていう処理でした。
ということでね、今日はまあとりあえずパネルをねタッチで操作するっていうあたりまでやりました。はい、で、じゃあ次回2月14日ですけど、プチコンでパズルバトルゲームを作ろう3回目ということで、次回はね、今やったパネル操作でもって敵のモンスターに攻撃をするという、あと逆にこうモンスターから攻撃を受ける、で、それによってこうお互いの勝ち負けの判定をする、ね、まあ、そのあたりまでねやってみたいと思います。そこまでやるとね大体まあゲームになるかなという感じですね。はい、ということでね、今日はこれで終わりにします。あと DS 貸してる人は、回収しますので、あと忘れ物ならないように書いてください。はい、ではお疲れさんでした。お疲れさんでした。